今回はあるかな、節制の解説になります。ではどうぞ。まずは簡単な解説から。聖域における節制の意味は、節度、調和、穏健、集中、堅実、献身を意味しており、逆位置の場合だと、災難、浪費、不和、身勝手、過信、消耗の意味を持っています。次は絵柄について話していきます。比較にはウェイト版のものを使います。では上から順に説明していきます。数字の、14、配置と呼んで、1は物事の始まり、4は安定を意味します。足した数の5には、変化や柔軟性を表します。天使の背後には、栄世の印とされる、光は、が書かれている。吊るされた男の札にも書かれていて、死神を挟んだ前後の札2枚の光は、生死の狭間を体験する者にはすでに栄世を与えられている可能性があると信じられている。書かれている天使そのものが四大元素を一つにまとめ上げ、調和されたデザインをより強調したものとなっている。天使の背中の葉は風を、水につけている右足は水を、地につけている左足は血を、胸にある上向きの赤い肖像各形は火をそれぞれ象徴している。二つのカップは、健在意識と、潜在意識のカップで、天使は二つを調合し、調和させています。道と光は、光までの道がしっかり見え、自然の流れに身を委ねて歩んでいくと、目標を達成できることを表します。日の出、葉、死と再生の札を立て新しい生命を獲得した人の産声が上がろうとしていることを象徴している。アイリスはギリシャ神話に登場する虹の女神の名前です。虹は天と地を結ぶ架け橋を象徴します。陸は、現実世界、健在意識、水は、感情、潜在意識、を表します。両方に片足ずつ足を踏み入れているため、二つのエネルギーがうまく循環していることを表しています。以上が絵柄の説明にあたります。ちなみにウェイト版以外の絵柄はこんな感じです。左からマルセイユ版、トートタロット、ウェイト版になります。ペルソナ5だとこんな感じです。では次に節制に該当するキャラについて紹介していきます。該当キャラは、ベベ、南エリ、川上貞代になります。では左から順に。ベベ、本名、アンドレ、ローラン、ジャン、ジェラール。フランスからの留学生でファッション同好会会長。タイの親日家であり、叔母の援助を受けて単身日本へと渡ってきた。しかし、その叔母が急死してしまい、留学を良しとしない叔父に帰国を強要される。そこで叔父に自分で作った着物を見せて日本の魅力を伝えようと思いつき、主人公と再会の約束をして一時帰国する。帰国した後、実は叔母だけではなく叔父や近所の人たちも自分を援助していてくれていたことを知り、さらに再び日本に戻ることを快く許してもらう。が、援助をしてくれた叔父たちのことを思い、フランスに留まることになる。そして、いつか自分の力で日本に戻ることを決意し、そのことを主人公に手紙で伝えた。ヤマギシフカノロリニワキウトゥクロアレワタベモノジャーナイドクデイ。何言ってんだ。そんじゃ次、南エリ、アルバイト、学童保育、に手で会う一二の母親。結婚直前に夫が子持ちだと判明し、それでも結婚を選択したが、それからすぐに夫は海外に単身赴任になってしまい当分帰らないらしい。そのため夫の連れ子の南竜太と二人きりになってしまい、互いに心の距離について悩んでいる。え？そんだけ？さ、い、しゅ、う、て、き、に、学童保育に来るのをやめ、家族の時間を増やし、互いを理解していく。コメの内容はかなりシンプルです。以上になります。それでは次。川上貞代。私立囚人学園高校の教師。高牧庵、三島義樹の在籍するに、B の担任を務めている。普段からボサボサの髪をして終始眠そうな顔をしており、主人公に対し、君が問題を起こしても、私は一切構いません、と警告したりとあまり教師の仕事に熱心ではなさそうな態度をとっている。そんな彼女の裏の顔は、ベッキー、という名で、メイド姿をし、家事代行サービスのアルバイトをしている。学校側には無断で働いているようであり、授業中のサボりを見逃す代わりに、自分のこの仕事を誰にも言わないように、と取引をするよう求められる。なぜ、服用をしているかというと、お金が必要だったからである。というのも、教え子を死なせてしまったからである。実際の死因は、事故死。それに付け込み、教え子の親戚が金を要求するようになった。解答団が解決、その後はというと、川上はバイトを辞め、教師としてどんな生徒も見捨てないと改めて決意する。特別マッサージはめちゃ優秀なんだぜ。優先してコープ進めよう。なわけでいろいろ話していきましたがいかがでしたか？本日の動画はこれにて以上です。ご視聴ありがとうございました。